幸せ探偵事務所は知っているかね。クラス A がいる日本の探偵事務所ですね。そうだ、よく知っていたね。七尾が勤めてる探偵事務所ですよ。確かクラス A の彼は現役から退いたはずですが。そう、1年前に彼は勇退している。今度アイドラーで表彰するって話ですね。うん、彼がライセンスクラス A の探偵として解決した事件の数は1000件近くにもなるだろう。その多くは犯罪史に残るくらいの大事件ですか。そうだ、名探偵とは彼のために用意された言葉と言っていいだろう。町の開業探偵がそれほどの大事件に関与できる、その理由が知りたいですね。空君、才能だよ。ところが1年ほど前から消息不明になっている。来週に表彰が控えているというのに。引退旅行かなんかじゃないんですか。一言もなったね。1年ほど前に引退の通知をよこしてから音沙汰がないのだよ。彼のいた事務所に問い合わせてみても、所長の行動には一切感知していないとのコメントを得た。引退は口頭で？文書だ。彼の署名捺印がしてあった。文書ですか。匂いますね。私の腹の調子がおかしい時くらいな。1年前といったら七尾と連絡が取れなくなった時期と一緒だ。そこまでの関係はないと思うね。無関係じゃないとは言ったが。なぜです？クラス A の彼が申し訳ないが D へ昇格したばかりの探偵と組むことなどありえない。確かにそうですが、幸せ探偵事務所には他にもクラス B が一人、 C も数人だが、彼らは何も知らないようだ。君とて捜査に彼女を参加させたことはあるまい。簡単な雑務ならともかく。確かに。ですが君の気持ちもわかる。別に彼女のことを確認するなと言っているわけではないよ。優先順位ですか。そう、プライオリティを考えて行動してくれさえすればいいよいのだ。そのクラス A が事件に巻き込まれた可能性はないわけではないというところだね。微妙な言い回しですね。状況が状況だからね。表立って捜査するわけにもいかんよ。向こうの事務所の対面もあるでしょうし。そう、そこでだ。嫌な予感がするな。覆面捜査ですか。潜入だよ。経験ない君ではなかろう。あなたのおかげでいろいろとやらされてますからね。でも俺よりふさわしい人間などいくらでもいるでしょう。ここだけの話、イギリス最高の探偵にお願いをしたのだがね。あの男ですか。そう、ナイトの称号を我らが女王に与えられたイギリス最高の、いや世界最高の探偵だ。断られたんでしょ。そうなんだよ。だろうと思った。でも別の探偵を推薦してもらった。嫌な予感がするな。かのサー・ジャスティスはかつての弟子である君の名を挙げたと、こういうわけだね。局長はいつも外堀を埋めてから俺と交渉しますね、このタヌキ親父め。聞こえないね。で、かつて支持した人間の推薦を断るかね。わかりましたよ。で、何をすればいいんです？そう来なくては。
ではライセンスクラス D を仮支給しよう。君の名前はつくもかおるで登録しておいた。つくも80の次だから99にしたんだけど。で、偽名と偽ライセンスの理由は？君の有名は当然日本にも鳴り響いている。クラス A の探偵が派遣されたとあればそれなりの反動も大きい。じゃあそこでボンクラに敵しろってわけですか？そう嫌な顔するもんじゃない。老子に慣れ和光同人ということで一つよろしく。周りに合わせる努力をしてくれればよいのだ。君は綺麗すぎる。クラス D として捜査を進め、だが俺が目立ったり解決しちゃいけないってことですか？結論から言うとそうなる。俺の顔を知ってる奴がいたらどうするんですか？アイドラの年間に写真はまだ載せてないよ。 BBC 放送で何度も放送されてます。局長の宣伝行為、プロパガンダのためにね。忘れたとは言わせないですよ。そのために君には例の特技がある。局長だって昔は鳴らしたものだと聞き及んでますよ。君には負けるね。君のあれはもう芸術と言っていい。局長のおかげで探偵とは全く関係ない才能が異様に伸びましたよ。マスコミから逃げることばかり上手くなった。よし、じゃあそれで決まりだね。ダメです。あれは長時間やってるとその気になる欠点があります。君のあの素敵な格好ならその気になってくれても十分なんだがね。ノーマンな格好のままで潜入する方法を考えてください。まあその辺は現場で何とかしてくれたまえ。無責任な。だってしょうがないじゃない。あの格好が嫌と君が言うのだから。他に協力を期待できる人間は？確かあの探偵事務所にはクラス B が1人に C が 3,4 人はいましたね。うん、クラス C は論外としても B のそいつに期待は？現在はその探偵が幸せ探偵事務所の所長を務めている。日本警察庁からの天下りだよ。だが過度な期待はできないと。ほとんど期待できないだろうね。事務屋だよ。事務屋ですか。警察庁の給与構成課に10年以上勤続した実績がある。なんでそんなのがクラス B を持ってるんですか？警察機関とのパイプ役として、そして長年の解禁と通常業務の積み重ねでクラス B へ昇格した。年功序列でクラス B ですか？地味な役職だが探偵家業にも必要不可欠なのだ。誰かがこれを認めれば誰もやらん。つまりミスターアギョー以外はほとんど期待できないってことなんですね。本来ならもう一人クラス B 同等の人間がいたのだがね。現在は辞めて独立している。幸せ探偵事務所を辞めて独立？うん、クラス A のミスターアギョーが勇退し、所長の後任候補が2人にまで絞られたが、その際ゴタゴタがあったらしい。なるほど。アイドラが昇格を認める定員はそのうちの1人だったというわけですか？そうだね。結局1人がクラス B となり所長に昇格、もう一人は辞めていったというわけだ。何か探偵家業に必要ですか？クラス B の定員がたまたま空いていただけじゃないですか？そう言われると辛いね。誰なんですか、その辞めていったって人は？確か昨年の国際探偵シンポジウムに出席していたんだが、なかなか切れる女性だったよ。幸せ探偵事務所を辞めているからな。もはやその人間は関係ないから忘れてもらいたい。ミスターアギョー以外誰も期待できないっていうのは辛いですね。
クラス A に求められる資質とそれ以外のクラスとでは根本的に違う。クラス A は単なる B の上ではないのだよ。はるか上だって言うんでしょ。誰が言い出したか知りませんが。だが事実を端的に言い表しているよ。それは君が一番よく分かってると思うけどね。俺はクラス B の時からあなたに無茶なことを言われ続けてましたよ。君は特別だよ。まあ事務所の他の探偵たちはとても君の相手にならんだろう。なんとか一人で頼むよ。今までで一番困難な仕事ですね。だが重要な仕事でもあるんだ。クラス A の縮小がアイドルへ要請してきた事件だからね。そのアギョーとかいうやつを見つけたらすぐに引き継ぎますよ。名探偵なんでしょ。君と同じくらいだ。しかし君もなぜこんな割の合わない探偵家業を続けているのやら。いつも言ってるでしょ、この世に悪がはびこる限りはです。ダーネット副会長から聞いたのと違うようだな。ゼニスを追うのはやめたまえ。君のためにならない。コナー局長、我々の友好関係を維持したいならそれ以上は言わない方がいい。まあいい。探偵なんかになるやつは大なり小なり常に傷を負っているからね。さて、いつもの呪文を言わせてもらうが。事件を最優先させますよ、俺の名にかけて。君にそう言ってもらえると心強い。逆に俺からも2つほど要望があります。ん、言ってくれたまえ。1つ目は銃の携帯許可を。例の P7 かね。殺し屋と間違われても知らんよ。携帯性に優れている拳銃です。唯一ドイツ人を尊敬できるアイテムですね。君なら問題あるまい。よろしい、手配しよう。もう一つは何かね。あなたとの腐れ縁で受けた依頼です。無論七尾のことも後押ししてますが。分かっているよ、君にはとても感謝している。今後は外堀を埋めるような真似はやめてください。今度だけですからね。うん、しかと承知した。その返事、今度で何回目ですかね。無論一回目だよ。食えないおっさんだよ、まったく。七尾、今頃どこで何をしてるんだろうな。まったく、連絡よこさないと俺は寝るぞ。ってさっきから体が揺れている。なんだ。あのねえ君。うるさいな、連絡よこさないと俺は寝るんだよ。うわっ、なんだあんた。ここはどこ。俺は誰だ。大丈夫君、頭とか打った。ここは幸せ探偵事務所、俺は俺大丈夫だ。よし、で、あんた誰。僕のセリフなんだけど。それ僕はここの探偵事務所のものだけど。え、マジでラッキー。誰もいなくて途方に暮れてたんだよ。うちに何か用。うん、用用用っすよ、用。ここで立ち話もなんだから上へ行こっか。どうやらロンドンに帰らなくて済みそうだな。こっちだよ、早く。今行く。へえ、わざわざロンドンから。それは大変だったね。
その大きな荷物奥に置いておこうか。いや、これは大切なもんだから。それにしてもさ、路上で立って寝てる人って初めて見たよ。すごい特技だね。ロンドンで流行ってるの？まあそんなとこ。改めてこんにちは。僕は沢田圭太郎。この事務所に勤めてるんだ。ちわ、俺は八十神じゃなくて つくも薫。言いづらいな、畜生。つくもくんか。イギリスの人って聞いてたから。日系ってやつだよ。曽祖父の代からロンドン住まい。なるほど、日本語もペラペラだね。つくもくん、よろしくね。カオルでいいよ。つくもって名前あんまり好きじゃないんで。カオルくんか。聞いてるよ。確かアイドラロンドン本部の推薦なんだってね。ええ、まあアイドラの顧問、なんて言ったかな。コナーでしょ。コナーマントヒヒって言うんだよ。あれ、マントヒヒとかいう名前だったかな。アイドラ名簿に書いてある名前は偽名なのだ。うん、でもまあそのコナーさん、元インターポール局長って話じゃないか。まあ有望視されてるんだね。すごいや。思いっきり目立ってるではないか。たかあのヒヒ親父の尻拭いを現場でしろってのか。とにかく目立つことは厳禁と。そのパイプも様になってるし、やっぱ本場の探偵は雰囲気が違うよな。どうしたんだ、急にパイプをしまって。いやいやいや、俺なんてダニー以下の人間っすよ。こんなパイプはしまってしまい。危ない危ない、なるべく目立ったことはしないようにな。なんかいつもと勝手が違うぞ。くそ、うん、なに、ロンドンの探偵って変わってるね。そうかな。自分のことをダニー以下っていうのは新鮮だよ。向こうで流行ってる最新のジョーク？流行ってるわけねえだろ。はあ、たくクラスへの俺がなんでこんな思いを。浪人生の兄さんって感じだな。よしてよ、褒め言葉なんて。俺今褒めたか。論文を束ねている。邪魔にならないのかな。こんなラフな格好で出勤か。社風は自由なのかな。握りしめてどうしたの。じゃんけんグー。ねえカオルくん。なに。一つ聞いていいかな。パイプはしまったし、まさかメガネか。だがこんなの誰でもかけてるもんだし。なんでアイドラライセンスを取ろうと思ったんだい。え、カオル君が探偵になろうって思ったきっかけ。あ、なんだそんなことか。僕はアギオ・ソーマさんってすごい人に憧れて。へえ、
そんなにすごいのかい？すごいのなんのって、うちが解決した重要指定案件のほぼ 100% をたった一人で解決しちゃってるんだよ。超能力者だよ。いつの間にかものすごい事件に関わってはあっという間に解決してしまうんだ。解決した案件は1000件近くにもなるし、かといって功を誇らず。あれ、何険しい顔をしてるの？いや、世界は広いなって考えていたのさ。ま、カオル君にはまだわからないよ、クラス A の凄さはね。ま、俺の敵じゃないと思うけどな。でも会ってみたいな。どんなやつなんだろう。で、カオル君がアイドラーのライセンスを取ったきっかけは？この世に悪がはびこっているからさ。さすがにロンドンコのジョークは違うね。ジョークじゃないんだけど。アイドラーライセンスは誰でも取得できるからね。じゃ、簡単な教養問題だ。は？いいかい？アイドラーの正式名称は？え？わからないの？いや、うかつに答えていいのかどうかを検証した。あ、いや、こんなの検証するまでもない。国際ディテクティブライセンス協会。お、やるな。じゃあ顧問になってる機関は？インターポール、国際刑事警察機構。言い方はどれでも同じだけどね。アイドラーの顧問は元インターポールの局長さんだったよね。単なる天下りさ。なんでもないって。次の問題行こう。次、アイドラーはどこの国の機関？きっかけかい？国際的だが純然たる民間団体、本部はロンドン。やるね。まあディテクティブ協会といっても実際には事件解決のよろずやみたいなところもあるけど。体力バカから専門バカまでいろんな奴らがいるって話だ。でもアイドラーはいろんな国に出向いて組織強化のための訓練や支援も行ってるんだよ。ちょうど今の俺の立場みたいなもんかな。僕もそんな中の一人になりたいっていつも思っていたんだ。だからアイドラーのライセンスを取ったんだ。だが憧れだけじゃ長続きはしないぜ。ポリシーと目的がなきゃあまりにも辛くて危険な業界だ。テレビの受け売りっす。それにさ、ライセンスを保有するディテクティブはアイドラーを通じて外国からの依頼にも応じられるだろう。クラス B 以上はね。よく知ってるね。世界を股にかけて活躍するにはクラス B 以上にならないとね。いろいろと詳しいけど、カオル君のライセンスクラスは？黙っててもしょうがないか。僕はまだクラス E なんだ。筆記試験と実務を少々かじれば昇格できるからね。そうだったっけ？カオル君はいろいろ詳しいみたいだからいいかな。 F はクリア簡単だろ。一般教養があれば誰でも取れるものだしね。いや、 D なんだけど。え？クラス D？ 独立会議をできるじゃないか。いや、まだまだ俺なんて。謙遜だな。僕はこの間クラス D の筆記試験に落ちちゃってね。
その程度で落ちんなよ。でも自己採点で筆記試験自体には受かったんだよ。受験番号書くの忘れてね。ロンドンのはやっぱり数学とか出題されてる？ロンドンの？クラス D への昇格試験だよ。実務と筆記だろ？そうそう。俺は免除されてたからな。免除？あ、いや、ずいぶん前に試験内容は見たことがあって。ずいぶん前？あ、いや、違う。そう、俺の感覚からすると2週間がずいぶん前なんだ。人生充実しちゃって。まずいこと言ったかな。たくもう勝手が違うから応対方法がよくわからないぞ。そういえばロンドンって言ったらさ、話題変えんなよ。ほらロンドンって言ったら今確かあれじゃない？どれ？連続殺人魔、現在のジャック・ザ・リッパー。あれ逮捕したの僕とそう変わらない年の探偵だってね。そうだったかな。気のせいじゃない？嘘だ。最年少の最高ランクって日本の BS 放送でもやってたよ。テレビ放送？そう、チラッとだったけど、おしゃれっぽいスーツにちょっとボサ髪の、メガネかけて目つきは鋭く、パイプ片手に、あれ？何ひょっとこみたいな顔してるの？そうなんだよ。あれ見てから俺もああいう風になりたいなって。ほら、形から真似て入るってやつ。やっぱそうだと思った。ロンドンの流行りなんでしょ？そうファッションなんだよ。ハイドパークなんて俺みたいな格好の連中でもう大変だと思った。思うかよ普通。でもあれってアイドラー本部のプロパガンダっていう話だよね。へえ、どんなプロパガンダなんだい？若干18歳でクラス A なんてセンセーショナルだけどさ、宣伝のためにあえてあんな子供をクラス A にしたんだってさ。それはでなきゃ子供がクラス A になんて慣れっこないよね。そうかもね。東さんやブス島所長なんてアイドラーの権威を落とすような真似をなんて嘆いてたよ。それに比べて日本は例の怪盗が大流行でさ、探偵にとっては屈辱だよね。怪盗9900号？よく知ってるね。新聞とかでは名前までついてるんだけど、事務所内じゃ禁句。9900号って言わないとね。その怪盗の姿が今流行ってるのかい？まさか。姿を見た人がいないから真似のしようがないよ。僕は探偵だから金田一みたくボサボサ頭にフケたっぷりってよく真似するんだよ。なの真似すんなよ。そういえばさ、今度は何？僕ってよくおしゃべりって言われるんだ。やっぱそうかな。